侍ジャパンのスタメン発表。ファースト牧。牧3番テストか。さすがにたっちゃんと大谷は出ないか。ヌートバー見せてくれよ。下位打線自動アウト3人とか代表貧弱すぎるだろ。センター周東は論外としてライトは近藤で行くんか。レッド岡本本番でも考えてんのかね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。